洋楽せーのちゃーん、かがりえです。チャオガールのあやかです。ちょっと久しぶりのにじあやです。イエーイ。はい、今回は宝富明さんにやってきました。イエーイ。実はですね、はい、宝富明さんからなんか緊急で呼ばれたんですよ。お、緊急。そう、なんかもう今すぐ会社に来てくれって。え、今すぐ、え、ちょっと待って、なんかしたんですか私たち。ね、今急いで行っちゃいましょう、はい、あ、そうですね、もうね、すごめっちゃ泣きました。じゃあ、はい、ここにこの辺に来てくださいって言われたので入りたいと思います。すごい泣きする。はい、こんにちは。こんにちは。はじめまして。宝富アーツの社長の宇佐美です。社長さんですか。すごいですよ。そうですね。こういう楽しい会社なんで、みんなのキャプテンみたいなものです。はい。ついに長学に社長さんが。社長さんが出ちゃいました。わあ、すごい。すごい。失礼します。ありいっぱいおもちゃありますね。うちで出してるおもちゃなんですけど、この中でどれか見たことあるものありますか。見たことあるとか興味があるものとか。せっかい流しそうめんがやりたくて、はい、いろいろ検索してなんかこれすごい、楽しそうだなと思って。サマーランドっていうレジャー施設と組んで、ちゃんといろんなところを監修受けながら、あのポイントのところをやってもらった商品になります。すごい。これがやっぱ気になるなと思いました。タピオカ、そうですね、はい、タピオカ風なんですけど、うん、ゼラチンと黒糖とかを混ぜると家で簡単にタピオカ風のものを出せて、そのままそこに好きなものを入れてもらうと飲めたり。すごい。家でタピオカが飲めるってね、うん、今流行ってるもんね。すごい。ちなみに社長さんの一押しって何ですか。じゃがりこっていうのもあって、あ、よく食べるじゃがりこあるよね。細かく砕いてそこに例えばチーズとかで、それをまたこうかき混ぜると本当に伸びるじゃがりこができる。美味しさもすごく美味しい。すごい、すごいですね。今回呼ばれたのってこの件ですか。あの、今日2人にはあるミッションをお願いしたくて、ね、お呼びしました。ミッションですか。なんだろう。じゃあちょっとついてきてください。はい、わかりました。はい、はい、なんだろう、ミッションって。こちらにどうぞ。おぉ、ペンちゃんだ。すごい、なんかちょっと変わってるね。いつものやつより。かわいい。実はあのプリちゃん、4月2日に診断が出ます。すごい。今日2人にはこのプリちゃん診断のパシャリングステーションに使うポーズを考えてほしくてお呼びしました。すごい、やばいね、なんか急に緊張してきちゃった、ね、小中学生で流行っているポージングを考えてもらいたいんです。いいポーズがあればそれを採用したいと思います。おお、じゃあ頑張らなきゃ。じゃあ絶対に採用されるようにちょっと頑張りたいと思います。はい、そうです。ポージングには自信がありますので、ね、頑張ろう。ね、頑張ろう。なんか2人でやる、なんかないかな、可愛いのがいいね。なんだろう。せーのよ。あと、あの、2人で1個目やるか。じゃあやりましょう。なんかね、2人でできるポーズがいいかなって話してたから、うん、ハート？ハート、ハートね。王道のハート。うん、かわいいね。鍵かっこ？なんか写真みたいな感じ。フィルムになってこんな感じです。あとは、お口バッテンポーズ。そうよね、かわいい。あと何がある？お金欲しい。お金っぽいね。お金、お金チャリチャリポーズ。チャリとお金チャリチャリポーズ。
もっとチャオのアイドルっぽいのがいいな。チャオだからね。C だよね。いいですよね。あ、これ採用されたいね。採用されたいね。チャオポーズです。あ、猫。あ、かわいい。かわいい。猫。なんかさ、うん、このポーズやったじゃん。うん、せっかくだから、ポーズとか。あー。使ったポージングとかないと言いたいなって。うん。なんか呼んでる風とかがいいよね。そうそう、うん、こういうさ。あー。シャリとかだとなんか指さしてあーとか、うん、令和でありますみたいな。チャオであります。枕、ま、チャオ枕にもなるね。出し切ったのでこんな感じです。はい、ね、なんかいろいろアイディア出したね。どうでしたか。本当可愛いポーズがいっぱいあってアイドルっぽくてすごく良かったです。あ、やった、ありがとうございます。ということは、はい、頑張ってくれたのでポーズはプリちゃんの診断に採用したいと思います。ポーズはどれが採用になったんですか。今回採用したポーズはゲームの中で発表させてもらいます。今教えてくれないんですか。いいポーズがいっぱいあったので一回持ち帰らせてもらいます。おお、じゃあまた今度知れるってことですか。はい。はい、じゃあ続きが気になったチャオコは高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。せー